はいということで始まりました、えー、皆さんこんにちは、えー、こんばんはおはようございますまあ見てる時間帯にね変わってえー、挨拶も変わってくるんですがまあうちではねおはじめっていう挨拶一本でやっているので、えー、ここはねおはじめと言わせていただきますえ渋、ー、谷じめの何でもないな、えー、ごめんすかみました渋谷、えー、じめ何でもない話第16回目えー、本日 はですね、16回目なんですが、まあ、前回からなんと7ヶ月ぐらいたってしまっていまして、えー、長いことちょっとこの何でもない話がアップできずになんだなんだかなちょっともう申し訳ないなって気持ちはうんまああったようななかったようなまああの <laughs> ねあのいろいろあちょっといろいろ、まあ、忙しかったりとかしてね なんかできなかかでできった部分もあるんで、えー、まあ、楽しみにね待っていてくれた方には本当にねなんか今更ですがなんかもしごめんなさいっていう気持ちなんですが、えー、なるべくね、あのー、今日からまた頻度を上げて再会していけ,いければいいなーなんて思っております。と、えー、ってことでね、えー、まあそんなこんなで、えー 本日のテーマなんですが、えー、渋谷じめの何でもない話第16回目のテーマは、えー、役に立つ日常生活で役に立つ YouTuber さんの動画、うん、YouTuber さんのチャンネルということで、えー、こう日常生活いろいろ、まあ、生活してまして困ったこととかね、えー、疑問に思ったことなんていうのはやっぱり多いと思いますまあ実際俺もねすごくこう疑問に思ったり悩んだり してるわけなんですよまあこういう活動をしてると余計にねあのー、悩み事も多いんおまあ多いんですがまあその代わりそういう困った時とか、ね、悩んだ時っていうのは、えー、YouTuber さんの動画を見て元気をもらったりとか逆にねその YouTuber さんが教えてくれることっていうのがすごくあるのでああなるほどと納得したりとかねすることもあるので、えー、そんな感じで、えー、今日は、えー、3チャンネル えー、ご紹介させていただきますとということでまず、えーまあ、日常生活、まあ、料理とかねあの自炊とか、えー、される方多いと思います。えーね、お一人暮らし、まあ、実際俺も一人暮らしで自炊は強くするんですがそんな自炊で、えー、魚料理ってねやっぱりなかなか魚さばいたりとかってねやっぱり面倒くさいとかちょっとややこしいとか魚さ,さばけないとか。 言、ね、う,う方もいらっしゃると思うんですがそんなねあの魚意外と簡単にさばけるんですよってこうやり方さえ覚えてしまえば意外と簡単にさばけますよっていうそんなねおすすめの YouTuber さんが「気まぐれクック」っていうチャンネルで投稿してる金子さんっていう投稿者さん、えー、YouTuber さんなんですが気まぐれクックさんねあまあ知ってる方はまあ有名どころなんで知ってる方は多いと思います。 金子さんのね動画何がすごいかっていうと、あのー、いろんなお魚本当に種類豊富もうほ,、ね、ほぼほぼ同じ食材を毎,、ね、毎度毎度扱ってなくて本当になんかこういこんだけいろんな種類の魚があったり貝があったりねエビねカニいろいろあるんだなって思わせてくれるしあとさばき方に関しても。 こうから丁寧にその教えてくれるんですよねまずここをこうしてこうするとやりやすいですよっていうその素人でもできるその簡単なやり方を動画であの細かく教えてくれるなので俺もね結構そのそ魚さばいたりする時に、えー、初めてさばくまあ何回かさばいたことある魚だとまあ一人でさばけるんですがあこの魚さばいたことないなと思って。 でこう気まぐれクックさんのねチャンネル見,見に行って動画見探してみると意外とその魚があのドンピシャであってあなるほどこうやってさばくんだってあ骨の取り方は,はら腹骨のすき方はこうなんだとか結構ねそういう細かいところまでわかるのであと皮の引き方とかねやっぱそう半身で買ってきてもやっぱ皮を引かないといけない、まあ、ブリとかまさにそうですね皮付きで半身で。 あのブリの、ね、短冊とか売ってたらあのお刺身にする場合皮を引かないといけないでも皮なんて引いたことないっていう人も、あのー、気まぐれクックさんの動画で皮の引き方みたいな感じで皮の引き方こうですよって教えてくれるので意外とあれもね、あのー、動画見てねやってみると意外と簡単にできたりするので是非おすすめです1人目は気まぐれクックのええー キマルゲクックというチャンネルで動画投稿してる金子さんっていうね YouTuber さんでした、えー、そして、えー、2人目2人目はですねあのオリラジのあっちゃんいるじゃないですかオリエンタルラジオお,お,笑いお笑いコンビのねのあっちゃんがやってる、えー、YouTube 大学っていうあのー、チャンネルがあるんですがあれはね本当に本当にあのー 歴史の勉強もできるしで現代のこと例えばもう最近で言うとあの 5G ねっ 4G から 5G に変わりますよ何がよくなるのっていうのとかあと消費税消費税のお話とかもびっくりしましたよねなんかえっ、ー、ってあの見てない人は見てくださいあの衝撃を受けます消費税がこうんで上がるのか それをあのね面白くさすが芸人さんですよねこう聞いててなんかこうだれてこないんですよねあっちゃんのその YouTube 大学のお話って聞いててもなかなかだれてこないもうずっとなんかワクワクして面白く聞かせてくれるっていうさすがその芸人さんの会話力だなって思いましたで実際俺もねあのー、日本史とかその世界史とか 結構その歴史関連のこと好きなのでその歴史の授業ばっかり見てたんですがその歴史のね授業の動画ばっかりをその見てたんですが YouTube 大学のチャンネルの中にある歴史ばっかり見てたんですが最近ねあの現代の,その消費税のことだったり 5G になるとかそういうね現代のことに関してのその説明とかもなんか。 すげえ面白いなーってあ感心できるなーってすごい関心を持ち出しててそれもね多分ねそのチャンネルの動画を見たからなんですよねなのであのぜひぜひね見てほしい、えー、2本目のチャンネルはオリ,ラリオリラジのあっちゃんがやってるあのー、YouTube 大学っていうあのー、チャンネルがありますんでよかったら見てくださいめちゃくちゃ面白いもうね あの歴史ちょっと苦手だなっていう人でも笑いながら見れる感じのその面白さが先行するなんかやっぱり歴史の勉強ってこうなんか過去に何をしたとか割とそんなんどうでもいいじゃんって思う方も多いと思うんですがまあ俺はね歴史が好きなんで歴史の授業が好きなんで。 割とすんなり聞けましたけどその歴史の授業苦手な人でも多分すんなり聞けるぐらいのやっぱりその会話術話術っていうんですか、まあ、芸人さんが持つあの会話術っていうのはさすがにすごいなって思いましたということで2本,、ね、2本目のチャンネルはえーオリラジあっちゃんの YouTube 大学ぜひ見てくださいそして3本目 はえー、この間ね俺ちゃ、えーえー、生放送でも話しましたが、えー、メンタリスト DAIGO さんのチャンネルが、えー、おすすめですまあふ日常生活してて悩み事とかやっぱあるじゃないですか悩み事とか、あのー、例えばですよ例えば、えー、あの自分と合わない性格の人がいましたとか なあの人はなんでそういう思考回路に至るんだろうとかなんかこうそういう疑問疑問を抱いたりとかまあ例えば日常生活あのー、まあまあもうねちょっとこういう言い方はどうなのかなって思うんですが、まあ、お金持ちになりたい俺は俺はお金持ちになりたいんだでもどうしたらいいかわからないとかなんかこういう目標があるけどどうしたらいいかわからない。 何をこう基準に考えたらいいか分からないっていうのもあるじゃないですかそういう時にすごく役立つのがそのメンタリスト大 a さんの動画だと俺は思いますあのー、なんて言うんですかねすごいまあさすがねその本をめちゃくちゃ読んでるらしいんですよ大 a さんはでその本の本で得た知識を今度はそれを分かりやすく あのー、細かくした上で教えてくれるあのー、噛み砕いて素人でも分かりやすいように教えてくれるからすすすごく聞きやすいんですよねただねあのめちゃくちゃ早口で喋るのでバーっとね早口ばっとしゃべるまああれはもう DAIGO さんのあのー、口調というかあれなんですがバーっと早口で喋るのでちょっとねこう一生懸命聞かないといけないんですが。 それでも一生懸命聞いててもね大体一つの動画が20分ないぐらいかなあれなので意外とさらっと聞き終わってしまうでこう聞いてて「あ、はあはあ、ははあ、なるほどほう,おうあそういうことなんだ」って動画が終わった時には自分は思ってましたああ それでそういうふうなことになるんだとかあ俺今その俺のねその目標まあちょっとまあみんなには内緒なんですが内緒にしてるんですけどまあ一つ何か目標があってあなるほどこういうふうにすればいいんだあなるほどあそこが俺その足りてなかった部分なんだとかいろいろやっぱ勉強になる部分が多かったのでぜひねなんかこう日常生活悩み事があったりとか なんかこう人間関係で特にね人間関係のことが多いかなメンタリストさんの動画なのでなのでそういうちょっと人間関係になんかちょっとこう疑問を持ってたりとか何かこうどうなんだろうっていう悩みを持ってたら是非是非おすすめなのがメンタリスト DAIGO さんのチャンネルです今日紹介させてもらった3チャンネルに関しては本当に えー、見てほしいというかい一度だけでもねよかったら見てくださいということで、えー、渋谷はじめの何でもない話第16回目はえこれからねなるべくまあなるべくというかまあその約束はね約束をしちゃうとあれなんですがあのー、まあちょっとずつ 何でもない話も頻度上げていこうかということでいろいろ工夫をしてまあ自分が一番続けられる方法一番なんかや,やりやすい方法で、えー、この何でもない話を上げていこうかなと思いますんでよかったら、えー、ねよろしくお願いしますということで、えー、今日のお話よかったと思ったらチャンネル登録よかったらねよろしくお願いしますじゃあね厚締めでした